ヤマハ FZ750 ヤマハカイ z 7 5 0はヤマハ発動機が1985年に発売し1997年まで製造された大型オートバイ。本校では派生機種である白バイ仕様の FZ750P も併記する。FZ750 レース仕様、FZT750 テネレ世界初の後、 バルブ DOHC 直列4気筒を45度前傾させて搭載したレイアウトは、ヤマハにより、ジェネシスと呼ばれ、エンジンの出力特性とマシンの操縦安定性向上を合わせて追求した画期的なものであった。昭和60年登場時、750cc クラスでは、最軽量を誇っていたが、同年秋にレーサーレプリカブームの波に乗る形で、 生まれたスズキの GSX-R750 に圧倒的な差でクラス最軽量の座を奪われ、翌年に FZ-R750 にバトンタッチして国内では短命に終わる。日本国外では扱いやすいベーシックスポーツとして1994年までに世界で約3万9000台が製造を販売された。警察仕様のみ1997年まで生産され、 世界各地の警察で白バイとして使われていた。独特のスタイルは、根強い人気があり、ホイールやエンジンを乗せ替える等のカスタマイズをしたりする、ベースとされている。特にデートナ200でのエディローソンが勝ったレース、マシーンローソンレプリカとして、現在も FZ750 をカスタマイズする時の手本となっている。FZ750 の5バルブ DOHC 並列。 4気筒エンジンは、ダカールラリーに投入された経歴も持っている。1986年、フランスのヤマハ輸入代理店、その後ヤマハの社長でもある、ジャンクロード・オリビエが、1985年仕様の XT600 テネレのフレームに、FZ750 のエンジンを搭載した、FZT750 テネレを投入した。これは、 ライバルマシンとの最高速度競争に苦慮した末に選択されたものであり、ベースの XT600 テネレよりも 50kg 近い重量増と燃費の悪化というハンデを背負いながらも12位に入る検討を見せた。翌1987年には排気量を 912cc までボアアップした FZT920 テネレも投入、最高位はセルジュバクルの7位であった。 エンジンは5バルブ DOHC 並列4気筒で、市販オートバイへの5バルブ機構の搭載は、世界初であり、このエンジンは改良を加えられながら、以後の FZR750、FZR1000、サンダーエースへ搭載され、ユース FR1 が登場するまで長い間、ヤマハスーパースポーツのベースエンジンとなった。エンジンレイアウトにも特徴があり、シリンダーを十五度にまで前傾させた上、 シリンダーヘッドから真上に向けてダウンドラフトキャブレターとエアボックスを一直線に配置している。これにより、吸気口からシリンダーまでを効率の良いストレートな吸気経路で結ぶと同時に、空いたシリンダー背後の車両重心に近いスペースへ燃料タンクを落とし込み、大きく寝かされたエンジンレイアウトとともに低重心とマス集中を実現し、以後のスーパースポーツの基盤となった。 1985年4月、ダンピングアジャスター付きフロントフォークやフロント16インチを採用している。日本国内向けは輸出仕様のモデルチェンジに伴い、1987年で販売を終了した。FZ7501985 年100馬力モデル。シングルヘッドライト、バイアスタイヤ、ダンピングアジャスターなし、シートカウルが標準装備となっている。 1987年フルカウル仕様となり、マフラーも集合タイプを採用。スクリーンも高速ロングクルージングを考え、35mm 高くなっている。1989年タイヤサイズを変更。フロントを17インチ化し、リアも130から140へと若干太くなった。また、フロントブレーキキャリパーは2ピストンから。 4ピストンへとグレードアップしている。FZ750P1986 ヤマハ、FZ750U45 市販モデルの FZ750 をベースにアマスーパーバイク選手権のデートナ200マイルに参戦するために開発された。1985年にアマデートナ200マイル選手権がフォーミュラ1クラスからスーパーバイククラスへ変更されたことに伴い、 1986年のデートナ200マイルでエディローソンのライディングにより14回目の優勝を果たした。ケーブル式クラッチ、高性能カムシャフト、乾式クラッチ、オイルクーラーなど多くの珍しいパーツが数多く採用されていた。これら多くのパーツは後に発売されたファクトリーレースキットや FZR750-1000 に採用された。 最高出力は9 5 6キロワット以上だった。ヤマハ FZR750 を74,985年、鈴鹿8時間耐久レース市販スポーツモデルの FZ750 をベースにした耐久レース仕様の t t c 一 i ファクトリーマシンである。ホイールベースの短縮とラムエアインテークシステムの採用に適合するため、エンジンは シリンダーの前傾を45度から35度に変更した。ヤマハユーザー500に使われる特別に設計されたアルミデルタボックスフレームが取り付けられた。これらの特徴は1987年のヤマハ FZR750-1000 にも登場する。1985年鈴鹿8時間耐久レースでは、ケニー・ロバーツと平忠彦が優勝を目前にしたレース終盤で、 マシントラブルによりリタイアした。ありがとうございます。